国内最大規模の子ども将棋大会が今日福岡市で開かれています。福岡国際センターで開かれているのは、全国11地区で開催される将棋イベント、テーブルマーク子ども大会の福岡大会です。小学生以下の300人以上が参加予定で、午前10時過ぎから小学4年から6年の高学年部門と、未就学から小学3年までの低学年部門に分かれてブロック対局が行われています。3局指して3勝したらトーナメント戦に進出でき、福岡大会の優勝者が決まります。また誰とでも何回でも対戦できる自由対局も行われ、1局ごとに駒の形をした消しゴムがプレゼントされます。今日は子ども大会の後、将棋日本シリーズ JT プロ公式戦の2回戦第1局、稲葉陽八段と永瀬拓矢九段の対局も行われます。